はい、こんにちは。はい、こんにちは。紹介いたします。相良河内さん、相良河内チャンネル。はい。一浪一流飲酒落ち、人生駆け引き停車。はい。の相良さんで、今日、ここにいらっしゃるんで、何か言いたいことあります？言いたいこと。何、各駅停車、うん、途中下車、はい、機関車トーマスです。で、今日やっていただくのは、はい、センター試験2013、資格3番、相良河内さんは、これができなくて北大落ちた。はい、ああ残念。というその、悔しい問題をやってもらうんですけど、実は相良河内さんのチャンネル見たことある方はご存知かもしれませんが、相良さんって言っちゃっていいの？あ、もちろんです。相良さんは東北大学、あ、そうですね、東北大学の学生時代はコールセンターでひたすらバイトをしていたということなので、はい、クレーム対応ならバッチリなんで、はい、でただ初の事業ですから。はい、初事業です。初事業。なんで、本当にもうね、だから経験もなく、はい、ない、そうです、とかなく、はいはい、で、まあ我々3人がクレームをいっぱい入れるんで、うん、対応だけは確かめました。じゃあお願いいたします。はい、いい声、いい声だ、はい、声がいい、声がいい、声だ、それだけで、またこんなことなの。じゃあちょっと小話を最初にしますと、この大問、実は30点の配点があるんですね。でかいですね。僕、北大8点足りずに落ちたんですよ。しかし、センターの圧縮が3分の1になるので24点足りないわけですね、はい、で僕はここまで解けたんです、うん、ここが解けず落ちは全部ダメになったんです、うん、つまり27点稼げるわけです、全部解けたら、はい、これが解けたら受かっていたはずだったんですね、と、うん、いうことで、でも今回は解けます、ということでやらせていただきます。いや今回そんなことどうでもいいです。ちょっと反応が悪かったです。すみません。じゃあ、これまずですね。はい。これはまあ図形の問題なんですけど、まず AP はもうこれは三平方の定理から自明かなと思いますね。はい。それぐらい誰でもできるんじゃない。ここはできてしまいますね。はい。ここはじゃあもう答えから書いちゃいます。AP は、はい。P は、はい。3の2乗と、いい答えで。2乗で、10で、ごめんなさい、AP の2乗ですね。はい、危ない。え30点は違う。マークシーンだったら、もう、ここはもう、じゃあ AP は0より大きいので、ルート。細かいね、ちょっと、ちゃんと正を断るあたりは。ルート違うと。ここはもう、私の現役の時と同じ出来でございます。じゃあ問題はここです。OD の、はい、資格2の OD。実はここ全国の受験生もできずに、確かこの年のセンター試験の 1A が平均点49点だったと思うんですよ。じゃあこれのせいな。ここでみんなつまずいてしまったと。惜しいの？はい。で、私も今、ちょうどさっき解き直してやっと解けたんですけれども、はい、まずですね、これは問題文にはもうここの交点は記されてないんですけど、ここに、まあ私は点 F と置きますと。ここですね。はい、ここです。で、どういうアプローチをするかと言いますと、まず AOF と ADF が、これが合同であるとなんというところに、まあ全国の受験生の皆さんは、これは中学生ですよ、これは。これは、なんと交点がもしかしたら関係ないんでね、クレームだから、これが高校3年生相良河内が気がつけなかったポイントですね。これが AOF とADF ですね。それはこれはもう誰でも分かりますんでね。で、じゃあまあここが、合同なので、FD イコール2OF ですね。 2OF ですね。まあここまではOD イコール OD イコールですね。いいフレーバーしっかり訂正していただいてありがとうございます。OD イコール 2OF ですね。はい、はい、じゃあここからまたですね、あれツイッターやりながら違う、余裕だ、余裕だ、俺たちにはできない。AFO とですね、 AFD がまあここは同じなので、まあここ90度90度ですね、ここで、なのでまあ AFO イコール90度でありますので、ここ90度でAOP と三角形 AOP と三角形 AFO がこれは相似なんですね。なんてこった。これは相似なんですよ。それは高校入試レベルじゃない。いやいや、勘弁してください。私はこれは高校3年生で気がつけなかったという大失態をしてる。クレーム得意な人が。はい。じゃあ
ことですね。はい、つまりですね、まあ、OF と PO の比ですねが AO 対 AP になると、うん、AP になると、もうここから大体もうどう出すか皆さんお分かりかと思いますけれども、もう数字が他のところは出てますので、1イコール3対ルート10と、ごめんなさいちょっと見にくいですけど AO と AP 逆じゃないですか。 AO と あれ1が合ってるかも。 OF 対 PO 対、大丈夫かな、そうですね、AOP と、あ、ごめんなさい、よかったよかった、やばいやばい、クレーマーだった、危ない危ない、冷静が及ばない、危ない、ドキッとしたんで僕、はい、じゃあつまりまあ AOF がルート、コールセンターの時は多分もうちょっとね、うん、カレー返しただろ、今日はあの僕よりもすごい方々がなんで、ちょっと全部正解なんじゃないかと、もう大丈夫まあ以上よりですね、OD は、ごめんなさいね、OD が今 OF が出たんですね、 OF が出てるから、はい、で、OD はその2倍なんですか、 OD はその、そう、OD はその2倍なんです。つまり OD はもう OD イコール 2OF だからイコール、これいくつになるかな、ルート10分の6かな、ルート10分の6で、うん、センターだからね、そう、まあ、お願いしますかっていうことで、ルート10が上に来るかな、それぐらいパッパとやれよ、ごめんなさい、ちょっと怖い怖い、あ、怖いな、役目は後から出ちゃうかよ、怖い怖い、ルート10ですね、ルート10ですね、ルート10が上に来るんですもんね、うん、で、どうなるのかな、あ、ツイッターだ、5分の3、すぐついた、すぐついた、すみません、ちょっとつぶやきたくなっちゃって、はい、はい、5分のルート、はい、5分の3ルート10になりました、おお、はい、で、これができたら次の問題もちゃっちゃといけちゃうっていうわけなんですけれども、私はこれができずに残念ながら落ちてしまったと、必要な大事なところだけど、必要なところで、必要なやつだけ残しておけば、はい、じゃあこれだけね、オーディだけね、オーディだけ残します。ちなみにこのズレは過去3番以降でなんかその、はい、あれ回答に当てはまらないなみたいなことになった、実はですね、なるんですよ、あのあ、もう次のところでこのオーディを使いますので、オーディ、はい、もうこれで当てはまらないなとね、あれですね、ありそうな、そうなんですよ、私はここを適当に埋めてしまって外してしまいました。じゃあ次答えの OAD を求めていきましょう、はい、じゃあ OAD なんですけれども、まずですね、まあ OAD のもうなんか3辺の長さはもう分かってるわけですね、 OD も分かってますので、はい、分かってるわけですね、なのでこれは予言定理を使って出していきましょう、うん、おはい、どっちが得意ですか、予言定理、予言定理の気持ちが大事なんだね、色がついてるやつ、予言定理の気持ち、予言定理めちゃくちゃ得意なんですよ詳しくは、ね、予言定理 YouTuber の人が、予言定理に、本当に予言定理に関しては右に出ればいいんじゃないですか予言定理ですね、僕はですね、こうやりません、おあ、本当ですか、さすが、あ、だってクレーマー、コサインとか角度出すのは、うん、結局比なので、うん、あ、3、3で5分の3ルート10だったら1、1、5分のルート10でやりますから、なるほど、なるほど、掃除でね、3倍だけ全部辺の目の高さ縮めた方が計算ももしかしたらね、うん、楽なんで、結局、はい、多分9で割れるんですよね、最後ということで予言定理、さあ、そして予言定理、はい、はい、魔術師の予言が当たるかどうか見ものです、はい、そうですね、はい、まあここにね、OD 確か入るはず、あ、そうそうそう、ここに使うので、まあね、ここの計算を間違えてしまったらもうここはダメですよという問題なんですけれども、まあ、じゃあちょっと計算すると、コサイン OAD は5分の4になります。すごいすごい。すげえ、かっ飛ばした。すげえ省略。5分の4になります。早いな。これが答えです。この暗算の力、魔術師を超える。これ超えた。右に出た。もう出される。負けた。だって。ね、いちいちだって掃除考えて、はい、日を簡単にして、仕事を全部出さなかったと思うね、こんなのは関係ないと一気にいけたはず、5分の4だと、はい、絶対5分の4です絶対5分の4です
さあ、じゃあ次ですね。DM 回ってるんですよ。DM 回ってるんですかね。はい。人気 YouTuber だから。そうなんです。コラボ依頼がたくさん今ね。ちょっと、そうですね。これはもう、じゃあ次いっちゃいますね。はい。はい。四角4。AC を、長さを求めましょうと。ここですね。AC の長さ。大きい三角形の登場。あ、ここで、なんと、さっきコサインを求めておりますので。はい。はい。ここですね。各 A のコサインが分かっておりますので、AB 分の AC ですね。コサインの A が、5分の4。ということは、AC が、5分の 4AB になりますので、つまり AC は、AB がいくつだ ?6 か。6なので、5×、あ、じゃあ、こうかな。それぐらいよくそれぐらいかけられる。いやー、ちょっとね、さっきすっ飛ばしちゃったんで、ちょっとここは。関係がついてね。ここはもう、はい。はい、5分の24となりました。AC?AC が、AC が5分の24かな。5分の24あってますかね。5分の24。5分の24です。はい。ここまででおそらく、多分20点ぐらいになりましたかね。あと1問と北大合格。はい、これあと1問、最後の1問解けたら合格です。すごい。はい、三角形 ABC の面積を求めていきましょう。 ABC ってだって直角三角形でしょ。 ABC 直角三角形です。ABC も出てるでしょ。これはもう出てます。これはもう中国三角形でしょ。いや、分かったですよ。センター試験に負けますよね。膨大な計算の負けですから。当時、高三下がるゴーチはここで間違えますから、必ず。高三下がるゴーチ。高三下がるゴーチ。右目がよく痙攣していた高三下がるゴーチは。なんだそれ。なんだその情報。いや、知らん。さあ、もう、勘太郎さんおっしゃった通り、直角三角形ですから、もう BC の長さを出してしまえば、面積は出ます。じゃあ BC の長さをまず出していきましょう。それで相乗を考えればいいんでね。そうです。じゃあですね、ですね、まず AB 対 AC 対 BC が、うんと B 対 BC 対 AC が5対4対3かな。なのでBC が、5分の 3AB かなになりますと。はい。で、AB はもう、6。AB は6なので、飛ばしていいですか、ここは。大丈夫ですよ。5分の18で。はい。はい、どこ飛ばしてない。何も飛ばしてないじゃん。クックやったから。さっきより飛ばしてる。飛ばした結果も、BC がね、これ高さになりますから、三角形 ABC の高さ、つまり、ここからもうね、もう、寺田心君とかにもうね、任せても解けますよね。絶対間違いないですよ。絶対できる。足玉だってことできる。足玉はもう、最初からできる。確かに。寺田心くんもね、三角形の時に習ってたらいけるかもしれない。はい、三角形 ABC は、いや、きっと間違いないと思いますけれども、AC×BC ですね。つまり、ですね。あ、出た、ツイッター。今、インスタです。インスタ開いて、その間にインスタしながら計算した結果、216になりました。そうだって、6の3乗だもんな。そうそう、6の3乗だもんな。そう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 、はい、6の3乗だもんな。25分の216ということで、はい、これで私は合格しました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、プロの予備候補者初字上どうでしょうか。いかがですか。いや、でも本当に初なのに、見やすい字、大きい字かけていて、全然すいません。はい、すぐ消さないし、すいません。じゃあ、また今後とも来れずにまた来てください。ありがとうございました。あ、感想は？
これが溶けていればっていう なんだろう走馬灯のように思い出されました。あとカメラの前でなんかやった感想は、カメラの前でやった感想は非常に難しい、緊張しました。でしかも編集しないんで、そう、あBGM のないサガラコーチどうなるのか。